はい、お疲れ様でございます。今回は立体トリックアート、これをこしらえていきたいと、そういうふうに思います。まず動画概要欄のリンクからこちらの型紙をダウンロードして、あらかじめプリンターで印刷しておきます。ちょっと紙はいいやつですね、分厚めのやつに印刷してください。はい、それではこれをカットしていきます。はい、まず 1,2,3,4,5 は置いといて、この6,7,8,9,10 こちらをカットします。一旦この台紙と6,7,8,9,10こちらをちょっと組み立てていきたいと思います。ボンドと竹串を用意してください。足の部分を組み立てました。次にこの足をですね、この台紙の方に貼っていくんですけども、この角度が一番重要ですね。はい、失礼しました。ちょっとデータの方にミスがありまして、ここ1番じゃなくて6番です。データの方は直しておきます。まずは一番長い6番の方から取り付けていきます。これはこの角度でつけるんですけども、この9番と6番を間違えてつけたらもう大変なことになります。6番はこの角度で取り付けてください。ちょっと分かりにくいな。6番はこの回、次に奥の8番を取り付け、8番はこの角度ですね。7番はこの角度で取り付けます。9番と10番はこの角度でつけていきます。はい、こちらの作り方の説明書の方なんですけども、動画概要欄のリンクからダウンロードできるようにしておきます。次に1番から5番のパーツを切っていきます。はい、組み立てたのがこちらになります。あとはこれをここに取り付けるだけですね。これをこの角度から取るとですね、こうかな、ここが一番高く見えますね。実際はここが一番低いんですけども、ここの各線ですね、この線の錯覚によってここが一番高く見えます。なので実際はこれ上に登っていってるように見えるんですけども、ちょっと分かりにくいかな。この角度だったらここが一番低く見えませんかね。これはちょっとね、この角度限定でここが高く見えるんですけども、こうしてしまえばここが一番低いです。おお、最後までご視聴いただきありがとうございました。